シッピフル思考は、北、インド、ムガル帝国の巫女、ダーラー思考の4男。母は、ナーディラ・バーヌーベイグム。1644年10月3日、ムガル帝国の巫女、ダーラー思考とナーディラ・バーヌーベイグムとの間に生まれた。1658年6月8日、シッピフル思考は、皇位継承戦争に参加していた父、ダーラー思考と共に、 おじのアウラングゼーブとムラードバフシュの連合軍と戦ったが敗れた。その後、父と共に長い逃避行を共にした。1659年3月、シッピフル志向は、父、ダーラ志向共に最後の戦いとして、アウラングゼーブとアジメールで交戦したが、これも敗れ、またしても逃げざるを得なかった。各地を転々とした後、最終的に、父、 ダーラー志向がかつて命を助けたアフガン人 G1 ハーンのもとを頼ろうとした。その時、シッピフル志向はその足元に身を投げ、あのパターン人の領土には入らないでください、と神にかけて懇願したが、父が聞き入れることはなかった。6月21日朝、G1 ハーンは案の定裏切り、シッピフル志向は父、ダーラー志向と共に捕らえられ、ラホールを経てデリーへと送られた。 9月11日、シッピフル志向と父、ダーラー志向は、みすぼらしい像に乗せられて、デリーを引き回されたが、同伴していた G1 ハーンが、人々から呪いの言葉を浴びせられ、一部から投石攻撃を受けたことから、アウラングゼーブは、人々とその日のうちに処遇を決めた。サタの結果、父、ダーラー志向は処刑、シッピフル志向は、クワリアルに送られることとなった。 翌12日、シッピフル志向は、父、ダーラー思と共に取り押さえられ、目の前で、父の処刑を見せつけられた。後、彼は、クワーリアルへと送られ、クワーリアル城に遊兵された。1660年初頭、シッピフル志向の遊兵されていた、クワーリアル城に、兄のスライマーン志向が遊兵されたが、彼はアヘンが溶かされた水を飲まされ続け、 翌1661年5月に死亡した。一方、シピフル志向は何もされることはなく、1673年2月9日には、アウラングゼーブの娘ツブザトゥンニサーベイグムと結婚し、1675年に、ようやく長い遊兵生活から解放された。翌1676年7月23日には、二人の間に男子が生まれたが、 同年12月に彼は死亡している。1708年7月2日あるいは3日、シッピフル志向はデリーで死亡した。なお、その前年3月にはアウラングゼーブも死亡していた。ありがとうございます。